妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ソ連のティア60戦車。大きな砲塔に詰まってるのは溢れるロマン。152ミリ砲が特徴の子、KV-23 だね。うむ。マップはエルハルフ、マッチングはティア6オンリーマッチだね。それじゃあ初動は、トップ重戦車さんだし、北西の重戦車戦場にでも向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。装填する砲弾は、いつも通り禁弾の AP でいいの？うむ。今日の敵のラインナップを見るに、禁弾の AP で正面装甲を貫通できない子はいないからね。ただ、チャー73とサンダーボルト3の正面はさすがに頑丈で、貫通できる箇所が限られちゃうから、できればこの2両との戦いは避けたいところだね。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動は、重戦車さんたちはみんな北西に来てくれてるね。うむ。敵側はチャー73が別のところに行ってるから、これは重戦車戦場はこちら有利な展開になってくれるかもだね。とはいえここの北西は、重戦車も結構来ることが多いし、敵の KV-23 の一撃で一気に形勢逆転ってパターンもあるので、慎重にことを進めるとしようか。わかったよお姉ちゃん。まずはそこの岩の影から、奥の様子をチェックしてみるね。うむ。頼んだぞ妹よ。ふむ。向こうに構えられてるかとも思ったけど、向こうも慎重な入り方をしているね。と、サンダーボルトさんもこっちに来ていたのね。適当に撃っちゃったけど、サンダーボルトさんはどこなら貫通可能なの？この子の禁弾 AP で貫通可能なのは、車体は兜機銃口、砲塔は防順以外ならって感じだね。さっきの雰囲気だと、どこも狭そうだよねお姉ちゃん。うむ。あの見え方だと、狙って当てるのはちょっと辛そうだったね。む、前進した131さんがピンチっぽなので、至急救援に向かおうか。了解だよお姉ちゃん。でも、サンダーボルトさんに邪魔されちゃいそうだね。なら、先に撃っちゃおうか。ナイス撃破だ妹よ。今のはすごくまっすぐ飛んでくれたよね。うむ。芸術的な一撃だったね。そしたら来たルートの敵が出てきそうにないし、このまま進軍、正面の岩まで行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。右ルートからポーランドのアヒルさんが接近中だね。これは見つからないように左側から接近を試みてみようか。うまく側背面を取れれば儲けも乗ってね。いいね、お姉ちゃん。今のところ見つかってないし、敵も気づいていないみたいだね。むう？味方の KV-23 に取られちゃったか。しかも800もあったヘルスが一撃だったから、AP の上振れというより、榴弾が貫通した可能性が高そうだね。それはちょっと羨ましくなっちゃうよね。だね。榴弾貫通こそロマンの中のロマンだもんね。そしたら右方向からの狙撃が気になるけど、絶好の好機だし、ここは北ルートの敵の側面狙いで裏取りっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。まずは一撃圏内の敵 KV-23 を狙っちゃうね。うむ。ナイス撃破だ妹よ。むう、気づかずに放置してくれればいいのに、対応がなかなか早いね。本当だねお姉ちゃん。でもリロードまだだから、一旦引くね。うむ。てむう、さらに敵が来るのね。でも、すでにリロードは終わりかけってね。ナイス撃破だ妹よ。今の間に北ルートに味方さんがなだれ込んでるし。って、じゃあ73か。今度は前進して退避するね。あわう。あう、2回連続で燃やされちゃったねお姉ちゃん。くう、被弾だけなら耐えれたのに、今のは運が悪かったね。とはいえこの戦力差、ちょっと早いけど勝利宣言と言っちゃおうか。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ1801、キル数3。アシスト0、棒ダメ0。スコアは819でチーム内3位、2バッジをゲットだね。今日のバトル、サンダーボルトさんの株に当たった時は、もしかしてラッキーデイかな？って感じだったのに、最後の最後にひどい目にあったね。本当だねお姉ちゃん。2連続発火はなかなかないよね。だね。終始は、禁弾オンリー運用だったけど、さすが152ミリ砲？単発が高いおかげで余裕の黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。